アーダム、ヨハンフォンクルーゼンシュテルンはアダム、ヨハンフォンクルーゼンシュテルン、イヴァンヒョードロビチクルーゼンシュテルンはエストニア出身のロシア海軍提督であり、探検家。ロシアで最初に世界修航を行った。彼はこの航海で日本海を通り、後に彼が作成した地図には日本海をメール DU ジャポンと記したとされ、 日本海を最初に命名した人物として、日本の百科事典類には記されている。クルーゼンシュテルンは、エストニアのハグディで生まれた。彼の家族は、バルトドイツ人だったが、スウェーデンの貴族で、エストニアがロシアに割上された後も統治に泊まった、フォンクルーズンクジャーナ家の子孫でもあった。1787年、彼は、海軍士官学校を出て、ロシア帝国海軍に入り、 1793年から1799年までの間はイギリス海軍に派遣され学びながら軍務に就いた。1803年、彼は皇帝アレクサンドル一世とロベ会社支配人ニコライ・レザノフ男爵の支援下でロシア最初の世界一周艦隊の指揮官となった。クルーゼンシュテルンの乗る機関。 ナジェイジタとユーリー・ヒョードロビチ・リシャンスキー中尉のノルネバの2隻からなる艦隊の目的は、新及び日本との交易の確立、南米との交易拡大、カリフォルニアをロシアの植民地にするための事前調査であった。2隻の艦隊は、県費、施設ニコライ・レザノフと仙台藩出身のツタユーラ4人の日本人漂流民、ロシアやヨーロッパ各地の博物学者、天文学者、 宝を乗せ、ロシア海軍のバルト海の軍港クロンシュタットを出港した。途中デンマーク、イギリス、カナリア諸島、ブラジルに寄港し大西洋を横断し、ホーン岬を回って北、太平洋に向かった。2隻は航海の間、詳細な地図と記録、動植物の標本を作ったが、艦隊の隊長になっていたレザノフと海軍軍人のクルーゼンシュテルンとは、ことあるごとに対立した。 太平洋を横断した艦隊は1804年秋、カムチャツカ半島から日本に向かったが、長崎での幕府との交渉は不調に終わり、半年後に長崎を離れ、カムチャツカに戻った。希望本経由で1806年8月に母校クローンシュタットに戻ったクルーゼンシテルンは、詳細な航海嫌いゼウムダイベルトインデンヤレン1803、1804。 1805、ウンと1806アウフベフェルセナーカイザーリーシェイ、マヤステッドアレクサンダースデールステンアウフデンスキファン、ネイドシュダウントネーワールを書き、1810年にサンクトペテルブルクで出版した。1811年から1812年にはベルリンで出版し、1813年には英訳版がロンドンで出版された。また、フランス語。 デンマーク語、オランダ語、スウェーデン語、イタリア語でも出版された。太平洋の地図などを含む図録は1827年にサンクトペテルブルクで出版され、ロシア科学アカデミー会員に迎え入れられる栄誉を得た。彼は1816年にエストニアのキルチにある荘園を得たが、この荘園で1846年に没した。ありがとうございます。